はい、皆さんこんにちは、ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。今日はですね、かなり重要なニュースが多いのでぜひ最後まで見ていただきたいんですが、まずはですね、こちらの方から見ていきたいと思います。SEC のですね、トップのゲリー・ゲンズラーさんが非常に注目をされたコメントをされていたんですけれども、まずはですね、イーサリアムのネットワークとしてはノードはですね、大体 45% ぐらい、これが最大の、ノード群がですね、アメリカにあるんですけれども、こうなってくると、このイーサリアムというエコシステムはアメリカがですね、管轄すべきだっていうふうに言い出したんですよね。で、これによって今後ですね、どういうふうな SEC がですね、措置をイーサリアムのネットワークに対して行っていくかっていうのはまだ正確には分からないんですけれども、かなり厳しくアメリカの方で、SEC が関東官庁となってアメリカ国内では規制をしていく可能性も出てきたんじゃないかと。で、これですね、これによって一つ勘違いが起きているということがあると思うんですが、じゃあイーサリアム、いわゆるそのイーサですね、イーサリアムってエコシステムではなくてイーサ、トークンのイーサが証券なのかどうかみたいな議論もごちゃ混ぜにされていると思うんですが、これはですね、多分記事書いてる人も含めてちょっとよく理解がみんな同じになってないと思うんですが、イーサリアムっていうネットワークシステム、このエコシステム自体の、ノードが、アメリカにあるので、イーサリアムのエコシステム関係の、法律および監督は SEC がやる一方で、イーサが証券かどうかっていう話は、かなり別物の話になってきていると思います。で、おそらくイーサリアムについて、イーサについてはいろんな大元の契約書とかを振り返ってみると、そうならないんじゃないかっていうような、話が、今いろんなところで浮上していたりとか、まだ確定ではないんですけれども、そういうような方向なんじゃないかとも言われてはいるので、この2つのですね、話を今後ごちゃ混ぜにしないで理解をしていくっていうのは、結構こういった非常に今センシティブなトピックでもあると思いますし、重要なポイントかなと思うので、今後いろんな議論が発展していくと思いますので、このポイントだけはしっかりと押さえておいていただければなと思っております。はい、で、次のニュース行ってみたいと思うんですが、その前ですね、概要欄の方にあります通り、このチャンネル限定で ZoomX のですね、キャンペーンをもらっております。で、概要欄のリンクを通じて講座を開設していただいたのみ対象なんですけれども、$300分のですね、初回入金ボーナスが2回もらえると。で、通常1回なんですけれども、これで600ドル分、約10万円弱の初回入金ボーナスがもらえるというようなキャンペーン今やっておりますので、ぜひですね、今緊張にマーケット荒れてはいたりしますし、 FOMC、 そして来月の CPI も含めていろいろとまだまだ大きなイベントありますので、ぜひそういったところを利用していただければなと思っております。あとはですね、まだバイビットの講座作ってないよという方向けに対してなんですけれども、これもまた概要欄の講座を解説をして、通じて解説をしていただいた方に対象になるんですが、1000ドル分のですね、何でも通貨いいので、バイビットに口座開設をした後に送っていただいて、でその後下記にありますキャンペーンのリンクでクリックしていただくと、1000ドル分のイーサリアムのロングもしくはショートの、これも先物ポジションをですね、もらえるというようなキャンペーンやっておりますので、もうぜひですね、もうこういったものを使って、今のマーケット環境を乗り切る、ヘッジするも何でもいいので、もう使えるものはですね、使っていただけたらと思っております。はい、ということで次のニュースですね、行ってみたいと思うんですけれども、これさっき出たニュースなんですけれども、コロラド州ですね、アメリカのコロラド州が税金をですね、ビットコインで納めれるように、ついになるということを発表しました。で、これめちゃくちゃ仮想通貨民としては嬉しいと思うんですけれども、やっぱりその仮想通貨を使って税金を払えることのメリットって何かっていうと、世界中でこれ本当問題になっていると思うんですが、ビットコインとかですね、そういった仮想通貨を現金化するっていうことがなかなかその手数料がかかったりとかして、できなくはないんですけれども、やっぱり手数料もあってしたくないっていうような思いも あると思うんですね。で、プラスこれ現金化することによって、そこでまず税金も発生しちゃったりもするので、これで税金を払えるっていうことが、ものすごく仮想通貨民の方々にとっては、プラスなんじゃないかなというところに加えて、これをですね、やっていくことによって、このコロラド州自体が、人の誘致にもつながると思うんですよね。で、これがおそらく違う国だったりとか、アメリカ国内の違う地域で広まっていくんじゃないかなと思うので、
まあ、これに対しての反響だったりとか、まあ、あの実際にどれだけ納税する人がですねビットコインでいるのかとかみたいな情報も今後出てくると思いますので、まあ、このあたりは結構面白いデータになるんじゃないかなと思うので注目をしていきたいかなと思っております。はい、次なんですが、まあ、これはですねちょっと僕も他人事ではないなと思ったんですけれども、 SEC、 さっきのゲリー・ゲンザラーさんのアメリカの証券取引委員会の、まあ、あの SEC ですねがなんとですねアメリカかなの YouTuber をですね訴えましたと。でこれはプロモーションの依頼を受けてトークンを、まあ、宣伝みたいなのをしてたなんですけれども、まあ、その、届け出みたいなのをですね SEC にしてなかったりとか、まあ、あとは皆さんに対しての開示みたいなものも含めて、まあ、しっかりとしていなかったということで、まあ、訴えられていて、これが最終的に、なんていうんですか、まあ、起訴されて、まあ、有罪となるかどうかっていうのはまた全然別の話ではあるんですけれども、まあ、これが今一つ問題になっていますと。でただし、まあ、じゃあこれがもしダメというふうになった場合、おそらくものすごくたくさんの他のこれクリプト関係だけではなくて他のまあ株関係の方もそうかもしれませんし、まあ、仮想通貨の方もそうかもしれませんが、もっともっと潜在的にたくさんいるじゃんっていう話に正直になると思うんですよ。まあ、その金融商品を、まあ、あの株とかはまあ少ないかもしれませんけれども、まあ、売るっていう時に、まあ、いろんな何かしらその漏れてる申告とかっていうのも、まあ、なきにしもあらずだと思うんですね。なのでまあそういったところへどういうインパクトがあるのかとか、あとはそもそもこれ自体が本当に有罪になるかどうかっていうのはかなり注目に集まるかと思います。っていうのもやっぱり今のこの時代、まあ、ただ単に仮想通貨のプロモーションとかっていうだけじゃなくて、やっぱゲームファイとか、まあ、あのムーブツワンとかですね、あと Web3、まあ、あとは、まあ、これ全部重なってるあのコンセプトありますけれども NFT も含めですね、やっぱりインフルエンサー、つまり YouTuber がですね宣伝をするみたいなことっていうのは本当にいろんなところであると正直思うんですよ。で僕もですねこういうような、まあ何て言うんですかことをしているので、いろんなプロモーション依頼来るんですけど、ほとんど断るんですよね基本的に。なのでただしあの案件が来るので、ああの人これやってるんだみたいなのはまあ分かるんですけれども、あのまあそういうふうな感じで規制をどんどんされていくと、まあ、本当にただこの YouTube をやるっていうこと自体も、まあ、結構仮想通貨分野については、まあ、リスクあるなということで、まあ、撤退するというか、まあ、あのどんどん人が減ったりする可能性もあるんじゃないかなと思うので、まあ、今後この方向性、まあ、裁判の方向性は個人的にもなんかすごく気になってますと。でさらに本当になんでかなと思うのが、これ2018年の話なんですよね。なのでまあ過去に遡ってこう引っ張り出してこれを裁判やるっていうぐらいなので、まあ、結構 SEC としても本気でやるっていうような姿勢なんじゃないかなと思うので、まあ、先行きちょっと追っていきたいかなというふうに思っております。はい、で次なんですけれども、これもものすごく大きなニュースとなっておりますと。で、ナスダック、まあ、取引所ですね、ここが、仮想通貨のですねカストリーサービス、つまり資産の預かり業務っていうのをやるということが、まあ、ニュースとして出てきました。でこれはですね他のコインベースとかとですね競合するようなサービスを提供するということなんですけれども、これそもそもこういった伝統的な取引所がですねこういった仮想通貨の預かり資産のサービスをやるということ自体がものすごく画期的だなと思う一方で、本当にここの取引所がやるということは、じゃあ今後現物の商品とか他のもですねどんどん商品として取引できるようになっていくと思うんですけれども、まあ、それの需要がですね本当にどれぐらいあるかってことですよね。でプラスナスダックがやるってことは、もう当然のごとくありとあらゆる機関投資家が仮想通貨に取引したいという需要があるってことじゃないですか。じゃなければこういったビジネスでもやらないと思うんですよ。でプラス今ブラックロックがコインベースと組んで、コインベースがですね資産の預かり業務を、まあ、ブラックロックに託すんだったかな、逆だったかな、すいませんちょっと忘れちゃったんですけど、あの、まあ、こういったコラボも今起こっていると。なのでもう確実に金融機関もしくはまあいろんな事業会社、まあ、いわゆる機関投資家ですよねからの需要がアメリカに存在するということはこれを見ても分かると思いますし、今こういうマーケットじゃなかったら、まあ、本当にビットコインがですねバーンと跳ね上がるようなニュースだと思うんですけれども、まあ、今下地は整っているような状況かと思うので、今後のまあ続報ですねまた待っていきたいかなと思っております。はい、続いてなんですけれども、ここ最近ですね飛ぶ鳥を落とす勢いの FTX なんですけれども、なんとイギリスでですね、まあ、あなたたちちょっと今のやり方じゃイギリスでビジネスやっちゃダメですよっていうようなお叱りを受けてますね。
で FX じゃなくて FTX っていうのは、まあ、かなりレギュレーションに対して厳しく運営を行っているというような、まあ、取引所でもあるので、実際こういうものが出てくるという事態が、まあ、ちょっと驚きだなというところに加えて、まあ、やっぱりですね、まあ、ちなみにバイナンスは UK でも OK 出てるんですけれども、まあ、市場で、まあ、進んでいるとこ遅れているとこ、まあ、グレー行ってるとこみたいなのは、まあ、結構それぞれ分かれてるんだなっていうのを今回感じたところに加えて、まあ、やっぱりですねイギリスものすごく厳しいんですよね。でイギリスがやっぱりこれだけ厳しいのは、まあ、既存金融機関だったりとかその既存の、まあ、金融っていうシステムが、まあ、仮想通貨によって大きく脅かされるんじゃないかと。でプラス、そういったものがどんどん入ってくることによって、まあ、ユーザーがですね損失をたくさん被るんじゃないかっていうのが、まあ、不安としてあるみたいなことが、まあ、言われてはいるんですけれども、まあ、イギリス自体、まあ、この仮想通貨に対して、まあ、そんなに準備できてないっていうところもあると思うんですよね。なのでアメリカについてはどんどん活発な議論が行われていると思いますし、ドバイについてもまあそうですよね。でプラス、まあ、ヨーロッパの、まあ、特にフランスとかも最近結構進んでやってると思うんですが、まあ、ある程度そういったところの下地がある、まあ国々に関してはこういった方向感に進んでいきたいっていうのはまああると思うんですよ。でイギリスはですねユーザーとはものすごく進んでるんですけれども、アダプションが進んでるんですが、金融機関という観点で、まあ、全然進めてないんですよね。まあ、かなり古い取引所で、僕も口座持ってるんですけれども、ビットスタンプっていうところがあって、そこはですね結構歴史が長い、まあ、まだねこの取引所のビジネスそんなに長くないので、まあその中では長い方なんですけれども、そういったものはある一方で、まあ、世界的に本当に超有名な取引所っていうところはそんなにないので、まあ、そのあたりの遅れが、まあ、厳しくよりいろんなところを見てる、まあ、理由になってるんじゃないかなと思いますが、まあ、こういったものがですねどんどん解放されていって、世界中でより仮想通貨の取り扱いが、まあ、今後はしやすくなっていくんじゃないかなと思うので、まあ、今後もこういった関係のニュースっていうのは、まあ、継続して見ていきたいかなと思っております。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、今日はですねそのゲリー・ゲンズラーさん関係のニュースも、まあ、そうでしたし、まあ、あと本当にナスダックのニュースはもうこれビッグニュースと言っても過言ではないと思いますと。あとは個人的にはですね、まあ、SEC が2018年のこの YouTuber のケース、この人10万人超えのちなみに登録者がいるわけなんですけれども、まあ、こういったケースを引っ張り出してもう訴えるぞなんてやってるというのはですね、本当にもうどうなるのかなという感じはあるんですが、まあ、こういった今後も注目をしておきたいニュースみたいなのが、まあ、今日結構あったんじゃないかなと思うので、ご紹介をさせていただきました。まあ、あとはですね何回も言うんですけど、本当にこのボーナス、概要欄の方にある概要欄の方にあるボーナスも絶対使ってください。もう本当無料でもらえるものなので、こういったものを使って、自分の持ってるリスクをヘッジする、もしくは、まあ、損失を本当に最小限にしながらリスクを取れる機会だと思うので、まあ、こういったものをですね本当にできるだけ特に厳しい時だからこそ活用していただきたいなというふうには思っております。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。